ペラの漫画。こんにちは、かなでだよ。最近のマイブームはコンビニスイーツの食べ比べ。おいしい。やっぱりコンビニはすごいな。マンマ、最近スイーツ食べ過ぎじゃない？確かに食べてばっかりは良くないよね。そうだ、公園行こう。ってことで早速公園に来たんだけど。ちょっとやだ、かなでじゃない？私のこと覚えてる？鈴木さんだっけ？違うわよ、セリナ。同じ大学だったでしょ？そうそう、冗談だよ。ごまかしてるけど今完全に忘れてたでしょ。そんなことないよ、セリナちゃんだよね。ダイエットにこだわりのあるママのごまかし方ってわかりやすいよね。私はすぐにわかったわよ。だってかなでさん、大学時代から体型が変わってないし。ママ太ってたの？あの頃は貧乏で、食べ物を見るとつい食いだめをしなきゃって思っちゃって。あら、この子はまさか奏の子供？へえ、その体型で結婚できたんだ。私もちょっとは痩せたんだ。いいえ、まだまだ太ってる。どこを見て痩せたと思ってるの？太ってたらいつか旦那にも愛想つかされて逃げられるわよ。そんなことないよね。ね、本当ママとパパは仲いいもんね。そうだね、おしどり夫婦って感じだよ。そうだ、せっかく再会したんだし、よかったら今度うちに遊びに来ない？いいの？ビニールプールを出そうと思って、気分を盛り上げるために親も水着で参加なんてどう？水着？じゃあまたね。ちょっと待って、まだ返事もしてないのに。どうしよう、なんだかとんでもない話になっちゃった。自宅。どうしよう、本部相手は分かると思っているから、行かないと失礼だと思うよ。そうだよね、でも水着。ただいま。なんだこのよどんだ空気、何かあったのか？アルト君、お疲れ様。パパおかえり。彼はアルト君、私の夫だよ。いつも困ったことが起きたらアルト君に頼っちゃうんだ。実は同級生と再会したんだけど、水着パーティーに参加することになって。あのね、ママも水着を着なきゃいけないんだよ。それで悩んでるの。なんだそれ。まあんま無理するなよ、体調とか。どうしよう、あんまり自信ないんだよね。それに今はちょっと。水着を着てくることが条件ってわけか。ま、条件ってだけだから、上にパーカーとか羽織って脱がなければいいんじゃないか。それだ、さすがアルト君、いいアイデア。いや、普通に思いつくだろう。相変わらず抜けてるな。よかったね、ママ。これで問題解決だよ。そう思うと、なんだか私元気が出てきたかも。さっさと晩ご飯作っちゃうね。元気になったんならいいけど。あ、そうだ、帰りは迎えに行くから。そんな悪いよ、忙しいでしょ。忙しいけど、いろいろ心配だし。それに仕事を早く終わらせたらいいだけの話だろ。じゃあ甘えようかな。あんぷ、新しい友達できるかな。ってことで、アルト君から知恵を授かった私はセリナちゃんの家に来たよ。いらっしゃい、よく逃げずに来たわね。この人がママのお友達？へえ、セリナちゃん水着になるの早くない？あ、そうだ、今日は誘ってくれてありがとう。よっぽど楽しみにしてたのかな。私はエミリ。それにしても、なんていうか、ママの友達にしてはどうかしたの？いや、太ってるなと思って。さすがセリナちゃんの子供。そっちはオンプちゃんだっけ？母親よりマシだけど、あんたも太ってて可愛くないね。え、ほんと太ってるの？早速手厳しい洗礼だね、おんぷ。おんぷ太ってるなんて初めて言われたよ。あははは、私の英才教育のおかげね。まあ上がってゆっくりしていった。なんだかゆっくりできそうにないな。こっちでプール用意してるから、さっさと水着に着替えてね。他の人たちももう来るって。ま、せいぜい恥をかかないようにね。
数分後。今日はお招きいただきありがとうございます。いやいや、こちらこそ。うわー、綺麗な人たちばっかり。こんな人たちの前で水着だなんてやっぱ無理。まあちゃんとパーカーは持ってきてるし大丈夫大丈夫。ママ顔色悪いよ、大丈夫？ちょっとかなで、何そのやぼったいパーカー。水着はちゃんと中に着てるんだけど。あっそ、だったらさっさとそのパーカー脱いじゃいなさいよ。まさか体型に自信なくて脱げないわけ？ふむっとも、なんだかみんな綺麗な人たちばっかりで気遅れしてて。普段から意識が低いせいで肩身の狭い思いをしなきゃいけないのよ。自業自得ね。やっぱりちゃんと運動しておけばよかったかな。ママ大丈夫だよ、音符はママのことそんな風に思ってないし。子供に慰められるなんて情けないお母さん。音符ちゃんも余裕ぶってるけど心配した方がいいんじゃない？音符は大丈夫だよ、標準体重だし BMI も平均だから健康面では全く問題ないよ。 BMI？ 何よそれ、意味わかんない。ごまかそうとしてるの？ BMI は体格を表す数値だよ、計算で求められるの。ボディマスインデックス。あっそ、でも太ったお腹の子はいつかカエルになるんだから。え、そうなの？そうよ、だから音符ちゃんもカエルになっちゃうかもね。音符カエルは嫌だな、うまく泣けそうにないし。どうしよう、ママ。大丈夫だよ、音符。ママが歌の練習手伝ってあげる。カエルの歌が聞こえてくるよ。そういう問題？変なところ気にするんだね。でも、どうしてそんなに体型ばっかり気にするの？何か理由があるの？もちろん、お母さんは昔太ってたけど痩せて人生が変わったって言ってたからだよ。そんなに変化があったんだ。それに太ってたって想像できないね。そう、だから私はママみたいに痩せて幸せになるんだ。痩せないと幸せになれないってことはなさそうだけどな。わかってるわね、エミリー。私は痩せて稼ぎのいい男も捕まえて幸せを掴んだのよ。ほらね、私もお母さんみたいなモデル体型になって人生激変を狙ってるんだ。へえ、音符は今のままで十分だけどな。私もそのままでいいかな。音符もいるし、アルト君もいるし。何言ってるのよ、幸せになるチャンスを逃すっていうの？ありえない、目を覚まして。目を覚めてるよ、音符朝起きてからもう3時間以上は経ってるもん。私も音符と同じ時間に起きたから眠くないよ。そういうことじゃないと思うんだけど。まあ、なんでもいいわ。とにかく、一時の欲望のまま食べ続けたら幸せを逃すわよ。あんたたちは今まで太ってたから幸せをいっぱい逃してるはず。そんなことないよ、ママ幸せだっていつも言ってるでしょ。あ、そっか、そうだね、私は大丈夫だよ。カナダのことだから、どうせしょうもないことに幸せでも感じてるんでしょうよ。あと、ママは太ってないよ、音符と同じで BMI 正常だし標準だよ。それは自分の母親だからそう感じるだけでしょ。計算でちゃんと証明されてるよ。ほら、これが計算した結果。こんな数字で何がわかるの？見た目に反映されてなかったら意味ないよ。そんなことないよ、ボディマス指数は厚生労働省で定められてるんだから。音符は物知りだね。音符が思うに痩せて人生が変わったっていうのは痩せて自信がついたからじゃない？確かに、音符の言う通りできなかったことができたら自信になるよね。何言ってんのよ、そんなはずないわ。まったくわかってない、へりくつばっかりで中身まで可愛くないわね。そんな、でも人に痩せることを強制するのは良くないと音符は思うんだ。なんですって、私が強要してるって？私はただアドバイスをしてるだけよ。そうよ、お母さんの言ってることが間違っているって言いたいわけ？そうじゃなくて、音符はきっと幸せは人それぞれってことを言いたいんだと思うな。まったく話の通じない人たちね。でもま、母親の体型を見たら生活がわかるでしょ。ブクブク太ってんだからろくな生活じゃないよね。そんなことないよ、
健康に気をつけて自炊はしてるし、掃除も洗濯も。健康ですって , 笑わせないでよ。その体型でよく言うわ。冗談でしょちゃんと有機野菜とか精進料理とかいろいろ勉強したんだけどな。ママちょっと前まで料理教室にも通ってたもんね。料理教室なんてハイカロリーな食べ物しか教えないし意味ない。だらしない家の子はろくな人間にならないんだって。今からでも素直に改善していけば。そんなことないよママ。砂糖と塩間違えなくなったし。油断大敵よ。だってカナデはダメ人間だもん。え、そうなの？私ってダメ人間だったんだ。カナデがダメってことはカナデの夫もダメ人間のはずだから、子供の将来は見えすいてるわね。おんぷちゃんお先真っ黒だってうんうん、ママもパパも立派な人だよ。おんぷそう思ってるもん。強情ね。私とお母さんがせっかくアドバイスしてるのにどうして現実を受け入れないの。現実も何もおんぷもママも太ってないし、今とっても幸せだから問題ないよ。そんなこと言って見え張ってるだけじゃないの。私はおんぷちゃんと違って毎日努力してるのに。努力？運動してるの？違うわ。オートミール食べたり朝はプロテイン飲んだりいろいろよ。おんぷちゃんには分からないだろうけど大変なのよ。でもあんまり無理は良くないよ。そんなこと言ってられないの。私は幸せになりたいもん。おんぷちゃんもちょっと努力すれば。いつまで甘えてるの？そう言われるとなんとも。自覚あるならなおさら。もっと綺麗になりたいとか思わないの？せめてお母さんの料理がもっと健康になればいいのにね。でもママのご飯は美味しいよ。おんぷママのご飯大好き。どうせ揚げ物ばっかりなんでしょ。その体型見てたらわかる。騙されてるのよ。そんなことないよ。お魚だってあるしお野菜だっていっぱいだもん。かわいそうに、こんなに両親のことを信じているのに大きくなったらおんぷちゃん今からでも遅くないよ。そんな人たちより私のお母さんを信じるべきだよ。でもそれでもおんぷパパとママを信じるよ。本当にそれでいいの？おんぷちゃん友達として心配だな。おんぷ大丈夫だよ。私は痩せる努力はしたことあるし、その苦労はわかるけど、みんながみんな体型を気にしているってわけでもないと思うな。ママ痩せる努力が何か知ってるわけ？その体型で？もちろん。それにあの時は事情があってわがままボディだったけど、今はそんな心配なくなって、あの頃よりかなり体は軽くなったよ。そのお腹引っ込めてからその言葉を言ってくれない？説得力皆無よ。もちろんこのお腹にも理由があるの。その幸せな理由が。は？幸せな理由って何？毎日お腹はち切れそうになるまで食べれて幸せってことじゃない？まさかそのお腹に夢と希望を詰め込んでるなんて言わないわよね。そのまさかなんです。はあ？冗談でしょ。何それウケる。太ってるからこその持ちギャグ。そうじゃないんですけど。じゃあなんだって言うのよ。言えない理由なんてないでしょ。それに私たち友達だし。ママ一体大丈夫なことなの？パパに相談してないのに。そうだね、勝手に言いふらしたらアルト君怒っちゃうかな。何でもいいけど、あんたら自分たちが太っているってこと認めなさい。そうよ、そんなお腹になるなんてぐうたらする以外何があるっていうの。ママは太ってないよ。最近ちょっと甘いもの食べてたけど運動もしてるし。体型っていうのは骨格も関わってくるから、誰しもが理想の細さになれるわけじゃないんだよ。そうやってごまかしてそこまでして太ってないって思われたいの？そんなに気にするならちゃんとお母さんみたいに努力したらいいのに。なんで認めないの？絶対太ってるのに。ぐぅー、なんだか怒ってる。どうしよう。おんぷすごく知りたそうだし教えてあげたら。実は私妊娠してるんです。え？妊娠？おんぷの弟ができるんだよ。これ以上に幸せなことってないよね。そうだったの？でもまだ安定期じゃなくて、それで隠していたんです。まさか夫に愛想をつかされていたわけじゃないの？そんなこと一言も言ってませんよね。そうだよ、
音符もおしどり夫婦だって教えてあげたじゃん。まあどうせ奏の夫なんて底辺に決まってる。そうだよ、お父さん以上にいい人なんて。アルト君は努力を褒めてくれるし、私を信じてくれているのでいい人ですよ。パパママのこと大好きだもんね。私大学の時に痩せる努力をして、アルト君がそれを褒めてくれて、そこから距離が縮まって。何よのろけちゃって、聞きたくないわよ。お母さんだって素敵な大学生だったはずだもん。絶対お母さんの方が幸せだよ。私は痩せている、太っているというより努力することが大事なんだって思うけどな。まあそれはお母さんどうして黙るの。でも私の夫も俳優並みにイケメンで稼ぎはいいわ。あんたの夫はイケメンなわけ。おい奏、迎えに来たぞ。あ、パパだ。イケメンよ。スポーツカーから爽やかなイケメンが、まさか。はい、彼がアルト君です、私の夫で。改まって言うと恥ずかしいな。え、何の話。てかさ、ここ俺の会社の専務の家だったんだな。いつもお世話になってます。え、夫知ってるの。当然ですよ、とっても優秀な人で。あ、俺はその会社の社長っていうか。社長ですって。まさか奏が社長夫人だったなんて。私が一番幸せだと思ってたのに。幸せの形は人それぞれだって本に書いてあったよ。そうですよ、それより同じ年齢の子供を持つママ友同士仲良くしようよ。待って、お母さんどういうこと。お母さんは一番幸せじゃなかったってこと。ひどいよ、信じてたのに。本当は私もオートミールじゃなくてお菓子とか食べたかったのに。ごめんなさい、エミリーにたくさん我慢させてきたわね。反省するわ。私過去の苦い記憶があって痩せることに執着してたみたい。これからは健康で自分たちに合った生活を目指すわ。そうだね、私はそっちの方がいいと思う。よかったね、エミリーちゃん、もう我慢しなくていいよ。その後セリナちゃんは人が変わったようになった。かなで、妊娠してるなら無理はしない方がいいわ。困ったことがあったら手伝うね。ありがとうセリナちゃん。それと聞いて、私痩せることにこだわらなくても幸せがいっぱいあることに気づいたの。そうなんだ、何かいいことがあったの。商店街のくじ引きで小旅行が当たったり、美味しいものを見つけたり、いろいろよ。セリナさん楽しそう。エミリーちゃんもいいことあった。うん、友達と一緒にお菓子を買いに行って食べたんだ。そしたら当たりを引いたんだ。よかったね、幸せは日頃の行いが呼び込むのかもしれないね。そうだね、これからはもっといいことをして毎日楽しく過ごすんだ。本部も負けないように運気を貯めるぞ。音符だよ。奏です。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。立ってるとか痩せてるとかそういうので幸せって決まらないよね。音符は小学1年生なのにもう立派な考えを持ってるんだね。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。また次の動画で会おうね。それじゃ、今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日いいことがあるかも。ソプラノじゃんけん、じゃんけん、ポン。明日も見てね。